クリス・ホロデッキーは、カナダの男性総合格闘家、オンタリオ州ロンドン出身、アドレナリン MMA 所属、クリス・ホロデスキーとも表記される。2008年7月に活動停止となった、アイファルでは、人気選手となり、振動、天才と呼ばれた。6歳から空手を始め、13歳からは、ショーン・トンプキンズの下でムエタイを始めた。ハイスクールからは、 レスリング、柔術も経験した。2005年6月18日、総合格闘技デビュー。その後、TKO で4連勝。2006年6月3日からアイファルに参戦。11月2日には、ライアンシュリッツに TKO 価値を収めた。アイファルの2007年シーズンは、バスルッテに率いる LA アナコンダスの一員として出場。12月29日、アイファルライト級。 グランプリ決勝でライアンシュルツと対戦し、パウンドによる TKO 負けを喫し王座獲得に失敗すると同時にキャリア初黒星となった。2008年4月4日、アイファルでネートラモットと対戦し、3から0の判定勝ち。同年7月をもってアイファルは活動停止となった。2008年11月24日、シュートボクシング初参戦で、 シュートボクシングワールドトーナメント S カップ2008に出場。1回戦でシシド大輝と対戦し、0から3の判定負けを喫した。2009年1月24日、アフリクションデイオブレコニングでダンローゾンと対戦予定であったが、肩の負傷によりカリフォルニア州アスレチックコミッションから出場を認められなかった。6月27日、 一年二ヶ月ぶりの総合格闘技復帰戦となったアルティメットカオスでウィリアムスリアパイと対戦しチョークスリーパーで一本勝ちを収めた8月1日アフリクショントリロジーで改めてダンローゾンと対戦予定であったが大会が中止となった二千九年十二月十九日 WEC 初参戦となった w e c でアンソニーヌジョクアニと対戦し 右ハイキックでダウンしたところに、パウンドで追撃され TKO 負けを喫した。2010年6月20日、地元、カナダでの開催となった WEC49 でダニーダウンズと対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち。当初はエドラトクリフと対戦予定であったが、ラトクリフの欠場により、対戦相手が急遽変更になった。9月30日。 WEC51 で改めて、ラトクリフと対戦し、2から1の判定勝ちを収めた。2010年12月16日、WEC 最終工業 WEC53 で、ドナルド・セラーニと対戦し、三角締めによる一本負けを喫した。WEC 戦績は2勝2敗となった。2015年6月5日、ベソフ21の世界フェザー級タイトルマッチで、 ランスパーマーと対戦し、ネッククランクで一本負けを喫し王座獲得に失敗した。ありがとうございます。